長町は徳島県南部に位置する町。鶴木山国定公園の奥地には、河野瀬郷や鶴木山スーパー林道などの大自然があり、貴重な野生動植物を抱える。また、中川や坂周期東川などの清流が作る大釜の滝、大とどろきの滝などは紅葉と一体となり、優れた継承地となる。特に大小100以上の滝がある旧木沢村は、 日本一の滝王国と称していた。農林業が盛んである。特に、紀藤地区の紀藤ゆず、愛王一公元は、正月飾り等に使われ、日本一の産地である。また、同地区では、彼岸等の仏花系統の西日本一の産地であり、県内有数の茶の産地でもある。長町は2006年11月3日に、県南部で、初、上勝町、三好市に次いで、 県下3番目の景観行政団体になった。美しい自然や景観を保全するための景観条例を県下で初めて制定する予定であり、徳島県の景観保全の先進地となりつつある。最近では豊かな自然を売り物に貸しや売り家を含めた団塊世代などの移住を求めており、町のホームページでは空き家情報を掲載したり、移住交流支援センターを設立した。 2007年10月には同様の取り組みを行っている。県内の自治体では初めて、近畿地方からのアイターン予定者との契約が成立した。県庁所在地の徳島市よりも高知県高知市に近い地域も少なくない。四万都帯を及び秩父帯を基盤としている。中川が蛇行して流れていて平地に乏しく、集落、旧愛用町の延べや大久保、影谷などがこれに該当する。 竜王山中川和食後技電野で撮影大技の頭に鬼頭とついているものは旧鬼頭村である。例えば鬼頭井出原は旧鬼頭村井出原である。ただし鬼頭という大技は旧木沢村鬼頭であり鬼頭名という大技は旧木沢村鬼頭名である。冬は寒冷で朝晩の気温は氷点下になる。田内地域として知られ。 台風が襲来した際には豪雨に見舞われることも多い。旧上中町海側で2004年8月1日に観測された1317ミ、mm、リメートルは1日の降水量としての日本記録である。それ以前の日本記録も旧北尾村日早で1976年9月11日に観測された1114ミ、mm、リメートルであった。徳島県立長高等学校中学校。 小学校大塚製薬徳島和時期、工場企業工業団地、コンビニエンスストア国道195号和食号技、南川で撮影徳島県道19号和南和時期、日和佐線和食号技電屋で撮影道の駅和市の佐町内には、鉄道は通っておらず、道庁の最寄り駅は、JR 麦線の淡立花駅あるいは、日和佐駅。 一般国道県道道の駅大釜の滝大とどろきの滝継承地名所、旧石温泉公園東博物館など祭事。ありがとうございます。